こんばんは、キウです。ラットです。フレ<ー>。歴史はエンターテイメント、カシマシ歴史チャンネルへようこそ。今回はお知らせがございます。<ー>実は、<ー>実は。 カシマシ歴史チャンネルのスタンプができましたラインスタンプができましたー<ー>すげえ、すげえ、すげえ頑張りましただっとちゃんがね、一人で絵を描いていただいて、とっても可愛く、<laughs> でも字が実際だけど、<laughs> とっても可愛くできているので、もしよろしければ皆さん、ぜひ、ラインスタンプの何で言ったら。ラインスタンプでカシマシ歴史チャンネルで検索していただいたら上がってくると思うので、よろしくお願いします。 お願いします。概要欄にリンク貼ってきます。よろしくお願いします。今日のね。お話はドラマの方でもね。兆徳2年の996年に藤原の高い絵が火山院に矢を追いかけて。 そして、うん、いわゆる、蝶徳の変というね、大事件が始まるっていうね、ところでバーンってね、終わってましたけれども、今日はね、その蝶徳の変そのものの解説ではなくて、久々にご登場なさったカザインいますよね。うん、あの人とカザインに矢を追いかけちゃった弟くんの高家い君いますよね。この二人が、実は、あの蝶徳の変のね、矢をいるっていうあの大事件の前に、ちょっと色々確実がございまして、なんていうか、やんちゃなことやってたんだよっていうののお話 話をしたいいと思います前ね桐生さんが「高家くんなかなかやんちゃで大変なことするよ」って覚えてたでしょ、うんうん、そのことのお話でしょ今日は、まあ、主に高家くんと嘉インのやんちゃっぷりのご紹介っていう感じになるかと思うんですけれども。<laughs> まずね、火山院の方なんですけれども、カンナ2年、986年に、10年前ですよね、最愛の女子だったヨシコさんが亡くなってね、火山天皇当時ね、19歳の若さで出家してしまったっていうのはもうね、ドラマで見てね、皆さんもご存知だと思うんですけれども、ただね、出家した当初こそ各地を遍歴してね、熱心に修行に励んでいたんですけれども、省略3年から4年、だいたい992年から993年頃になってくると、 京都に戻ってきてきすっかり以前と同じ女好きでエキセントリックなぶっ飛んだ火山員になっていたわけなんでございますね。<laughs> で、同じ頃、藤原高家くんの方もお父ちゃんのね、道高が強引に引き上げたもんだから急速に出家を遂げて苦労知らずのイケイケ金立ちっていうのになってたわけなんですよ。<laughs> そんな感じでね、調子に乗ってる高家にある時火山員が いくら気の強いお前でも、我が隠語書の門前を牛車に乗って通過することはできまいって言って挑発したんですね。うん、すると、血の気の多い高い売られた喧嘩は買っちゃう主義なんでね、即座に、何の見事通って見せましょうって、売り言葉に買い言葉で、火山院の隠語書の前を牛車に乗ったまま通過してやるって宣言しちゃったんですよ。うーん。 別に中に入るわけじゃないし、前を通るののどこがいけないのかしらん <laughs> と思うでしょ <laughs>、うん、どうもね、当時、身分の高い人の屋敷のね、門前を通るときには、礼儀上ね、牛舎を降りて、 歩いて、そのね、門の前だけは歩いて通らなきゃいけないみたいな暗黙のルール、これは法律とか言うんじゃなくて、ま、やっぱ礼儀上ね、うん、そういうふうにした方がよろしいでしょうみたいな習慣みたいなものがあったようなんですよ。ちなみにね、この翌年になるね、長徳三年、ね、ドラマの翌年なんだけど、997年に、火山院は自分の屋敷の北門のところを、牛車に乗ったまま、金藤くんと忠信くん、町田くんと羽根のカナ田さんね。 この2人がギッシャに乗ったまま通過しようとしたっていうのでお抱えのね腹奉仕とかさそういうのを数十人も外に出して金藤君たちのギッシャの牛飼いわらわっていうギッシャをね動かしてるそれを捕まえて拘束した挙げ句に蔵石とかなんて下働きの人間にギッシャに向かって石積む手を投げろって言うともう雨あられと石をダーって投げつけさせたんですよちなみにねこの日は鴨の祭りっていうねまあ今でいう葵祭があった日で金、うんうん、藤君も忠信君も 一応お仕事でで移動中だったんですよしかもさ火山院の隠語書の正門はね西側の東の当院の王子側にあったんだけど彼らが通過したのはそっちじゃなくて北門っていうさまあ言ってみれば裏門っていうのを勝手口みたいな方なので<ー>そこを通る時までシ車を降りて歩けっていうのは当時としてもいくら何でもやりすぎだったんですがただ火山院のね家人とか蔵式とかなんかはなんせご主人の火山法王がもう破天荒な人 な,んでね、なので「正門だろうが裏門だろうが相手がね仕事中の上級貴族だろうが何だろうがもう関係悪かいうちのね親方の家のね門の前を通る門がいたら威嚇してやる石つぶて投げてやる」っていう乱暴狼藉をしょっちゅう働いてみたいなんですよ。<laughs> しかもね、この年の火山院のぶっ飛びぶりっていうのは例年以上だったみたいで、まあ、これだけのことをやったらさ、しばらくはまあまあおとなしくしてりゃいいのにさ、その翌日、次の日よ、自らね、カモの祭りの見物に出かけてくるわけなんですよ。それもね、こっそりお忍びでとかじゃないんですよ。周り中にむっちゃ目立つ高い帽子かぶった荒法師たちを大勢お供にして、しかも自分はね、一応そうになったから、樹像をかけるんですけど、それがこんな大きなみかんをね、ダーってつないで、 そういうのを術にして、それかけてやってくるわけなんですよ。一方でね、キントくんと忠信ノブくんから筆者に仕投げられたーって、前日の火山院のね、乱暴を聞いてた道長くんですよね。やっぱ政権トップの道長としたら、さすがにそれはやりすぎだと思っていたので、うん、おまけにおとなしくしてればとうかくそんな派手派手しくね、やってきたっていうのを聞いたもんだから、見物に来た火山院のもとに、昨日の下手人を差し出してくださいって言って、捕まえに、ケビー市長にね、命じて、ケビー市たちを派遣したわけなんですよ。火山院本人は捕まえないけど、 火山員に迫ってまあ言ったら下手に実行犯を逮捕しようみたいな感じですよねでも火山員ぐらい身分の高いヤんごとない方っていうのが大勢の見物人がいる前でけび石に囲まれるとかけび石に喫問されるなんてことになるともうこれだけで非常に恥ずかしいことなわけなんですよ、うん、なのでまあ、刺し物ね火山員もこれはいかんって言うんでそそくさと義者を返してしまったという感じでこの件に関しては火山の方も道長にお気を据えられてちょっと懲りたみたいな感じにはなっ たんですけれどもそれでもねなかなかにしたい放題をなさっておったようなんですよ <laughs> でも今ずっとカザインの面白話は聞いたんだけど肝心の高い江のお話はどちらに行かれました高い江君高い江君そうそうだからカザインから俺の屋敷の前通れるか義車で通ってみやがれって言われた高い江君、うん、おー通っているよって言って折り言葉に替え言葉でそう言っちゃったわけなんですよ、うん、高い江君の方もねカザインに負けないぐらいこの時イケイケオラオラなタイプだったんで <laughs> 高家んは高家んでお父ちゃんのね道隆お兄ちゃんが亡くなった995年の7月ぐらいでしょ亡くなったのが4月だから3ヶ月ぐらいしか経ってないのに道長の従者と大乱闘したりとかさその翌日には道長の従者を殺しちゃったりとかいうことまでしてますからねえそこまでなんかオラオラ系だけど人を殺すとかそういうところまではやってないと思ってたけどマスカの。 殺人までもう、もう、もう乱暴者で、もう、なんだろうね、高井軍が直接殺したってわけではないんだけれども、うん、でもほら、主人がやれとか言わない限り、従者が勝手にね、そこまでね、でね出しとたことはしませんから、うん、やれとかいうタイプだったわけですよ。 まあね、高家君もね、お父様の道高がね、亡くなった後に、内大臣だったお兄ちゃんのね、これちかを差し置いて、下っ端のね、大納言だった道長が、バーンってこうね、上に行って、うん、藤原氏の藤の長者になるわ、内乱も許されるわ、右大臣になるわ、なんていう面白くねーって感じで、イケいけラララおラだったから、その鬱憤を直接は無理だから、従者に襲うことで鬱憤ばらすみたいなことをやっていたわけなんですよ。 火山院と高家く君がね喧嘩したっていうのはその事件よりもだいぶ前の話なんですけども、うん、そもそもが言ったら火山院も高家くんもこういうことが大好きだったってことなんですよ。<laughs> やややれんんののかよよっっってるってる小学生の喧嘩みたたいななでけけをね始めちゃったわけなんです何月何日何の国にね、通ってみろ、通ってやるって言うと、日時まで指定して、その日、高家は特別あしらいのね、がっしりした強力な車輪のね、すごいぶっとい牛車を用意させて、それで牛車を引く牛の方もね、特別力の強いね、気の荒そうなのを選んで乗り込んだわけなんですよね。衣装もさ、また凝った絵星だとかね、脳死にもなんかもね、ちょっと凝ったのにして、下のズボ ーンにあたる差し抜きね、これも濃い紫のね貼ってえなのをね履きましてしかも普通だったらギッシャのミスっていうのは下げるのにそれをもう高々と上げて前にある踏み板をダーンと踏みつけるという格好でつまり着ている衣装は上品なんだけどポーズとしてはコンビニの前でヤンキー座りしてるお兄ちゃんみたいなお下品な感じで院の屋敷に向かったわけなんですよ。 さらにはその周りにはね、力自慢のね、雑誌、召使いですよね。五六十人ぐらいに友をさせて、そいつらに大声で先払いをさせたわけなんですよ。 んさ、先払いええとね、あの、<laughs> ドラマの方では全然やってないんですけど、当時の貴族たちっていうのは、筆社でね、移動するときに必ず先払いとか、先追いって言って、まず、うきで道を吐き清めさせた上で、丸々様のお通りみたいな感じで、道を開けさせて、しずしずと筆社を運んで行列していくっていうのが当時の常識だったんですよ。うん、だからまあ、うん、江戸時代で言うと、ほら、大名行列なんかで、下に、下に、うん、とか言ってこうね、行ってたじゃないですか。なんか行列の前の方の人が叫 でね人どかせて、うん、ダミオグルスが通るみたいにしてたあんな感じです<ー>それを普通は「何々様の」ってね上品にやってるの「ああ何々様のお通りだドキャれみたいな「オラオラドキドキ」みたいなちょっとお下品な感じでやったイメージですね本当になんていうかもう血統ですねたたししを渡してみたいな感じだねもう完全にね。 いいい車には乗っているけれどもでもオラオラだからね。<laughs> いけえみたいなね。もう完全にそういう感じですよね。<う>一方ね、これを迎え撃つ火山院の方も負けてはおりません。特別にね、荒々しいね、竹け,けしい荒法師だとか、あと童子なんかをね、7、80人もね、用意して、そのね、荒法師とか童子にも2メートル近くあるような、巨大な梱包とか、巨大な石とか持たせて、もう待ち構えてたわけなんですよね。<laughs> ちなみにね、この平安時代の童子、さっきの牛飼い童子とかって言ってね、うん されちゃったとかっていうあの人たちなんかはどう っていう名前は子供を指す場合と髪の毛を言っていない元取りで言い上げていない大人の男性を指す場合と両方があるんですよ現代でもさ天皇の腰を担ぐ痩せ童子って部屋の頃から呼ばれてる人たちがいて腰を担いだりボディーガードしたりするっていう男性なのでだから童子っていう可愛らしい名前で呼ばれてはいたんですが硬はでっかいし腕っぽしもかなり強いしっていうそういう人だったわけなんですよ。 ね、ンゴ書の門の前にザーっと並ばせてさらにはね門の中にも腕に覚えのある襟すぐりの荒くれの武者どもを配備しまして高井の到着を今か今かと待ってたわけなんですよさすがに両者とも都のど真ん中で本気の殺し合いをするっていうわけにはね行かないでねクローズゼロとかでおーみたいなああいうのでやれないんでだから弓矢とか刀とか本当にね人殺すような道具は持たせてないんですけどでもねこんな棍棒とかねこんな石とか持ったら相当ダメージ は、うん、出そうですけどね、うんうん、それはね高い君も一緒で刀とか弓矢は持たずにコンみたいなものを持って東の党員王子の北へ北へと火山院の正門に近づいていったわけなんですけどでもなんかどんどん近づくと向こうのオラオラさが見えてくるわけですよねんどうも相手はやる気満々でがたいもでっかい連中ばっかりだぞしかもこっちより人数多そうだぞちょっとまずいぞこれとやり合ったら部が悪いんじゃねみたいなゲームになってきてでも一応はねメンツもあるからしばらくははね、俺通るぞ お金と とっちゃうよと、おーら、通ってみろよみたいな、にらみやいな感じで、どっちが持つかみたいな感じでやってたんだけど、まあ、まあ最終的には高家の方が、じり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 と儀者を交代させて、無理だって言って、ついには逃げ出しちゃったっていうね、ことなんです。これを見た、因川の荒法師とか、同時たちが一斉にダーッてね、逃げやがったぜって、笑い声を上げたもんですから、さすがのやんちゃな高家も、つまんない約束をしたおかげで、とんだ恥をかいてしまったって、苦笑いしたそう なんですね、一方ではカザインの方は花高だがで、ね「ほら見ろ!」って得意満面だったそうなんですが、うん、まあこのね出来事この喧嘩自体はどっちもどっちっていう感じではあるんですけどね。<laughs> <laughs> <laughs> というか考えてみたら前を通るか通らないかの話なんだけどね最初の。<laughs> 大きなことになってもうだから火山院が喧嘩したがってるわけですよ <laughs> それで喧嘩に「おーおー俺らの喧嘩受けて立つか?」って言って「お受けて立つよ」っていうもうほんとガキの喧嘩ですよそうやってたわけですよだから大人な人は「<laughs> あああの火山院はああいうお方だから」って言って回り道したわけですよ何もわざわざ通らなくても余計なそんなね面倒を起こさなくてもちょっと回り道すりゃいいことそういう大人な対応なのに二 <laughs> 人とも子供だからねまあまあ家 ともかく高い家はまだ若いからね、オールやってるよっていうのまあ分からなくはないんだけど、うん、家財員も大人げないっちゃ大人げないですね。もうそろそろどうだね。もうそろそろ落ち着かれてはみたいな感じではあるんですけど、<laughs> ということでね、この時の喧嘩というのは高い家が負けたわけなんですが、うん、この長徳2年の1月16日。うん 高い絵がいた矢が、火山維の、ドラマではね、目の前を通っていくだけで、うん、ギッシャにね、当たってましたけど、一応映画物語とかそういうね、残されている物語の中では、火山維のこの方位、衣の袖を射抜いてしまったというね、本当にもう火山維の体のすぐ横を矢が通っていってしまったんだというふうに書かれていて、なので、そこから、蝶徳の変という大事件に発展していくわけなんです。 本当に高いえくんは火山員だと分かって矢をいったの？なんかドラマではね、なんか分からずにいたらああいいんだったってびっくりしたって感じだったんですけれども、うん、一応ね、これ期間がさ、うん、藤原のためみつノ三女である姫を恋人にしていて、うん、まあその屋敷に通ってたっていうのがあったじゃないですか。うんうん、ためみつっていうのは田名部判夜のね、金田さんのお父さんにあたる人だから、うんうん、だから今回もね、妹本当はね。 お母さん違うからあんな風に合わないんだけど、このドラマでは分かりやすくするために一応ね、うん、お母さんの違う兄弟でも、まあ兄弟だからってことでね、合ってましたけど、うんうん、その妹に当たる子たちなんですけど、そのタメミツの三女っていう三の姫っていうのは、タメミツのね、姫様の中でも特に美人で、お父さんのタメミツからこの姫に全て財産譲るっていうぐらい溺愛されていた女性だったんですよね。うんうん、同じ頃、ドラマの中でもちらっと言ってましたけども、火山院もタメミツの四女の姫、うん。 の元に通ってたんですよちなみにその火山院が出家するきっかけとなった佳子さんっていうのがミ光の長女なのでねだから佳子さんの母親の違う妹たちってわけなんですよね今回三の姫も四の姫もね。うんうん 結局、火山院ってのはヨさんが忘れられなかったんですかね。だからこそやっぱり似てるかもって言うんです、す、うん、四の姫のもとへせっせとね、恋文を送っては交際を迫っていたわけなんですが、うん、ただ四の姫にしたらさ、出家した、しかも院と関係を持つなてそんなことはできませんって言って断ったんですよ。でも、うん、断ったんですけど、そこは何たって火山院なんでね、破天荒な人なんでね、<laughs> 四の姫の気持ちとかはお構いなしに無視して強引に屋敷に押しかけて付き合い始めちゃったってことだったらしいんですよ。うん でも、四の姫と三の姫っていうのは、うん、お母さんが一緒な姉妹なんですよね。タメミツが亡くなった後、<ー>この三の姫が一条のお屋敷ってお父さんの屋敷を相続してたんで、だから二人して姉妹で一緒に住んでたんですよね。<ー>一緒に住んでたもんだから、これ地下が、 誤解してしまったわけなんですよ。<ー>だからあの、そう、この当時さ、やっぱりお母さんが同じ姫同士はね、うん、一緒に同じ屋敷に住むっていうのがよくあったわけなんですが、これかにしたら、火山院はきっと亡きよしこ様が忘れられないんで、それでタメみつの娘に求愛してるんだろうと、当然考えますよね。そうすると、タメ<ー>みつの娘の中で一番美しくてよしこ様に似ているのは自分の恋人だ。 三の姫だと思い込んじゃったんですよ。だから、火山院は四の姫に通ってたのよ。四の姫に通ってたんだけど、うん、自分の恋人である三の姫の元に通ってるに違いない。火山院は私の恋人を奪うおつもりなのだと思っちゃったわけね。これは勘違いなのね。だからドラマではちょっとそこら辺簡略にしてましたけど、うん、一応その物語の方ではそういうふうに勘違いをしたもので、 弟の高家にどうしたらいいだろうどうも俺のね恋人奪われそうなんだって相談しちゃったわけなんですよ。そもそもね、こういうデリケートな問題をあんなね、オラオラ系の弟に相談したのがそもそもの間違いなんですが、<laughs> 案の定、それ聞いた高家は <laughs> 大丈夫だ、兄上、俺に任せてくれって言って、腕っしの立つ従者を数人引き連れて、姫君の一条のね、屋敷の前で待ち伏せをしてたわけなんですよ。だから物語の中でも火山院って知ってるんですよ。待ち伏せして、 やがて、月明かりの中、屋敷から出てきた黒い人影に向かって、ひょーっと矢を追いかけたわけなんです。もちろんね、高家も本気で火山院を殺す気なんていうのは全くなくて、まあまあ、ちょっと矢をいて、脅して、そしたらそれに懲りてね、逃げ出して、あと二度と通ってこなくなるだろうくらいのね、軽い気持ち。 だったはずなんですよ。なさってほら、火山院とは以前にね、門の前通る通らないで喧嘩した仲だしね。だからその時負けた腹いせなんかもあったのかもしれません。だからとりあえずは火山院か、なんかいんねえ話だなちょっと借り返すぜみたいな感じもあって、ピュッとこうね。ただびっくりさせようぐらいの軽い気持ちで矢を追いかけたんですけれども、その矢が運の悪いことに火山院の方位、衣の袖に命中してスパッと貫通してしまったので、これは火山院もびっくりですよね。青くない 震えながら大慌てで隠語書に逃げ帰ったんですがただまあ家財院の方もさ出家の身で女のもとへ通ってたなんてことが公になるとそれはそれでかなななり外のの悪い話なのででは黙ってたわけなんですよ家財院も黙ってるし高家もあ衣に当たっちゃったまずいと思ってるから黙ってる二人して黙ってはいたんですけれどもただね その後実はね、従者たちがまた大銀化しちゃったもんで、壁に耳ありということでこれほどのね、大きな事件になっちゃうと揉み消すっていうのは難しくなって、まちまち噂になって、都中に広まってしまうんですよね。それで、この噂に飛びついたのが当時、これカと対立関係にあった道長だったというわけで、この高江の火山砲の襲撃事件っていうのは、道長による中野関白家の追い落とし事件へと発展していくことになるんですけども、それはね、また次の動画でお話ししたい。 そこまで発展するとは矢を言ったところでもえどうなるのと思ったけどそんな恐ろしいことになるんですね。ままた楽ししみにしておきます <laughs> そうですね多分来週ドラマでもね描かれると思うので楽しみにしていただければと思います。ということでね火山砲も高家も子供だな何やってんだよまったくと思った方はチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。 ドラマを見てあの美しい人は誰あの女性はと思ったけどまさかの火山員だったとはっていう方 X 名でおりますのでよろしくお願いします久々に火山員が登場してイケメン来たテンションが上がった方ぜひンバーシップ <laughs> <laughs> ではその道長がね中野漢方家追い落としのために何をしたのかは次の動画でねご説明したいと思います次の動画でお目にかかりましょうじゃあね なんかコメントとかでさ「うん、聖徳のなんとかのなんとかですね」みたいなコメントがたまに詳しい人のがあって「<laughs> 大事件が起きるんや」と思って。<laughs> <laughs> かそう内緒と思ってね毎回黙って何も言わないでドラマで描くから楽しみねみたいな感じなんかもうすごい性変みたいなことを思っててんけどまさかの痴話喧嘩と女がら <laughs> そう女の取り合いしかも勘違いっていうね発端 <laughs> は本当にねとほほな事件なんですよでもこんなとほほからとんでもないことになるから大事件になるんですよね <laughs> 実際、我らが黒光る君の佐根助の所有記ですよ。所有記に佐根助が書いてるんだけれども、そこからわかるのが、うん、一応ね、佐根助が何て書いてあるかっていうと、火山法王と惚地カ高絵が古一条太上大臣、ためみのことですね。ためみの屋敷の前で出くわして乱闘したと。法王側の同事二人が殺害され、首を持ち去られたって書いてある。 さっき言ったみたいに、道治っていうのは別に子供じゃなくて、火山法のボディーガードにしてたね、そういう屈強な男たちだと思うので、それくらいの成人男子が高家側の人間に殺されて、戦利品として首を持ち去られたっていうんですから、だから相当大きな乱闘だったし、大事件になったわけなんですよね。もっともね、平安当時、道治ごときが二人殺されたとかは全然問題にならずに、<え>法王に矢をいかけたっていうね、法王暗殺未遂ってことになって、そっちがまあ大問題。 ななっていくんんですけどねなんかこの頃ずっとドラマでは平和ではないけど「首がどうの」とかね「うん、鎌倉殿のように毎回人が死ぬ」みたいなしかも「殺される」っていう方の死ぬっていうのがあんまりなかったから今の聞いただけでも「首を持っていかれたのえっ?」て思ったけどその頃はそんなでもなかったんだ。<laughs> なんていうのかな、な今回はね、鎌倉殿と違って、なるべくそんなには人の死とかね、そういうなんか荒々しいところはね、みや、うん、な平安のイメージをね、うん、重視してっていう感じなので、うん、そこは描かれないんですけど、結構ね、ほら、その前の高井家と道長の従者同士の喧嘩でも人殺されてるし、うん、結構、従者同士、だからお互い同士はね、宮やな貴族は手は汚さないんだけど、敵対関係にある従者同士での殺害事件というのは、割とよく起こっていたんですよね。<laughs> なんか、虫も殺せぬような雰囲気でみんな雅だったのに、まさかの殺し合いすそんな、なのでもし、リアル平安時代のそういうのをやったら、うん、結構鎌倉殿ぐらい、毎週人が死んでたかもしれないですね。<laughs> なかなかあの、やっぱりほら、清掃っていうね、その地位争いが熾烈なので、まあそう、なんか優雅にね、貴族は優雅にしてるけど、いわゆる水田家はなかなかそうね、綺麗事だけでは収まらない平安時代も鎌倉時代も、それを表沙汰にね、本人たちがやるか、他人の手でやらせるかの違いはあっても、政治闘争というのはいつの時代も熾烈ですからね、なかなかそう優雅にはいかないわけなんですよね。 そうだよね、鎌倉時代になって急にあんな人殺し大好きな人たちが出てきたっていうわけじゃなくて、ね、<laughs> あったんだよねずっとねそうだから自分でやるか <laughs> 人にやらせるかの違いぐらいのねそういうことですよねちなみにあの「門の前通る通らん」っていう喧嘩した時って2人はおいくつぐらいだったの 何年のことっていうのがちょっとわからないけど、高家君は10代だし、うん、火山天皇は30前か、27、8とか、そんなもんじゃないのかな。<laughs> なので、まあまあ、もうそろそろ落ち着いていただきたい年齢ではあるので、高家君はまあね、まだ若いかなって感じだけど。うん、思った以上でた <laughs> に大人やった。いや、だから、聖徳の編の次の歳になっても、まだ門の前通る通らないでやってるぐらいだから、<laughs> 全然来れてないんですよ、火山院は。<laughs> あんまり懲れてないね。 とりあえず今の話で火災にはお亡くなりにならないっていうことだけ分かります。大丈夫です、大丈夫です。次の年になってもイケイケオラオラで石投げておられますので、<laughs> まあ本人は投げないけど <laughs> 投げさせておられますので、おかわりなくって感じでね。はい。